はい。そういうことで、なんで男の人って若い女の子が好きなんですか？そうじゃない人もいますよ。僕は若い子の方が好きです。けど、そうじゃない人もいます、たまに。僕の友達一番仲いい子はもう50歳ぐらいじゃないと嫌だって言ってますし。だから、まあ別に若いからっていうか、年齢じゃないんじゃないですかね。よくみんな年齢って普通の年齢、生まれた年齢の生年月日で言うけどさ、あんまり関係なくないですよ、生年月日って。その人は中身が大体さ、精神年齢とか肉体年齢とかさ、そういうのが何歳かっていう風にして判断した方がいいと思うよね。生まれた年齢で判断したら、なんかみんななんか、みんな同じみたいになっちゃうけど、同じ30歳でも50歳でも全然違う人っているでしょ。俺はだからあんまりそういう風には考えないように最近してるんですけどね。